それから、肘の下の辺ね、下の辺を固めるつもりで、今これ硬い決まるんでね、これがこの辺になってしまったら、これ肩が動いてしまうので、で肩をしっかりロックしてから決めな、決まらないので、これね。で次は、これも決まらへん、で三角も決まらへん、でアンロックも決まらへん、こういう時ね、でアンロックとかやってきたら絶対んで、察知してこうやってガード仕組んでね、で起き上がってもこれ取れないので、こういう時はもうそのまま、裾ってやるっけ下の方、これを深く取ってこっちにパスで、ここでもう一個絞る、ほんならこれもこっちも死んでしまうので、そのまま上の足外して起き上がって押され込む、でまあ自由自体で離さないので、ここから肘を全部使えたら途中銀が出て、こうやってくる決まるので、ね、まあ自由自体で反則休めてるから That's a bicep pressure, right? この辺、これやったらもう見て、スポットに抜けてしまうんでね。この体幹。もしこの裾が取れない場合は、帯でもいいんで、帯、両方ね、2本まとめて。これでもいいんで、もうどっちもいい、これね。それからこれ1本だけ取ったら、これ、ほどけです、くるだけなんでね、緩くなるんで、絶対2本まとめて、これ上の足でほどいて、しっかり押さえ込む。これ、肘をここから、この、ここに肘をつけて、腰を切る。ほら、手首決まるんでね。一回そこまでね。Jesus.